はい、おはようございます。生体院船長の浅井です。はい、今日も体重わかります。お願いします。はい、今日の体重は102キロですね。はい、前回は 101.8 キロ増えちゃいましたね。ちょっと気をつけないか。31.5BMI、 前回はダメですね。体脂肪も 1.1 増えちゃいましたね。内臓脂肪は前と一緒ですね。内臓脂肪増えちゃいましたね。ダメだ。はい、体型測ります。はい、生体院船、本日も、24時間体制でやっております。ご覧の方お待ちしております。はい、ですね、まあ、ダイエット、これですね、ちょっと、まあ、この夏場がですね、なぜ痩せたかというと、サウナを、サウナ使う、あと、扇風機使わない、さらに、エアコンを使わないという性格してたので、自然の、なんていうんですかね、こう暑さだけで、もう毎日汗が出てたんですね。だから痩せれてたんですけど、今寒くなってきましたので、もう普通に来てでも圧が出なくなっちゃったので、これが原因で太ってしまったんですね。まあ、食べる量とかはまあ多少気をつけてますけども、まあ、それでも太ってしまうので、やっぱこの冬場でも圧をかく環境が大事だということで、今1階にサウナが置いてあるんですが、これをちょっと2階に持っていこうかなと思ってます。で、自分の部屋に持っていくことによって、常にですね、サウナに入ることができるので、で、1階から2階にですね、サウナを運ぶ、手伝いをしていただける方がもしおりましたら、ぜひちょっとお声掛けいただけるとなるとありがたいと思います。ご礼にですね、施術が少しやらせていただくっていうぐらい のサービスになりますが、はい、という感じ ですね。もしご興味ある方はご連絡の方お待ちしております。また本日、本日もですね、生体院さん、24時間体制でとりますので、肩腰、首、背中、脳、お尻、足、ふくらはぎ、足の裏、腕、手のひら、なんですかね、あと内臓ですね、生殖部、すべて、体に関することすべて、小顔にしたいだとか、なんていうんですかね、ストレスが溜まりすぎてるとか、便秘だとか、怪我をしてもう何十年来の怪我が何十年良くならないとか、まあ、そういった悩みがある方はですね、ぜひですね、もう本当に何十年来の悩みをたった1回の施術でですね、結果を出させていただきますので、ぜひ楽しみにご来の方お待ちしております。よろしくお願いします。失礼いたします。ありがとうございます。